統合ワークしてるうちは統合できない。アセンションしようとしてるときはアセンションできない。悟ろうとしてるときは悟れない。引き寄せの法則を使おうとしてると、引き寄せられない。オーマイガーじゃなくて、オーマイゴッド。レスキューチャンネルご覧の皆さん、ヨッピー高美容師から高弘、スピリチュアルカウンセラー、高次元調律インテグレーション。チャラ悟りマスターでございます。誰がうざいんだおい、うざいって言うんじゃねえよおいうざいけど心理バズってるじゃねえんだよ。で本当にで、けどうざい、うざくないとは言い切れないテンションですからね。今日も、楽しく進めていこうと思います。最近ね、あの統合ワークとかっていう言葉をもう僕自身がすっかりなんか忘れてたというか使わなくなっちゃってて、内分そのたくさんの方がねセッションに足を運んでくださるんで、その方たちの目線に立って、その方たちが気づきを得るための動画をちょっと僕はね撮ることにね夢中になっちゃってた。でやっぱりね、統合ワークに取り組んで疲れ果ててしまった人、スターシード覚醒という言葉に翻弄されて分からなくなっちゃった人、何なんだと、結局ずっと苦しいじゃないかみたいな、スピリチュアル迷子、スピリチュアル難民ってことですよね。今流行りのアセンション、統合、目覚め、悟り、引き寄せの法則ね、これらの真理っていうのは追い求めたダメだね、本当に大事なとこ噛んだね。追い求めなくなった時、手元にあったことに気づくっていうのが、まあ、答えなわけなんですよ。だから、統合ワークやってるうちは統合ができないし、アセンションしようとしてるときはアセンションできねえし、引き寄せようとしてるときは引き寄せられなくて、悟ろうとしてるときも悟れないと。ね。目覚めようとしてるときは目覚められない。なぜならそれは全部、自我の視点だからだってことをね。またも噛んでるな、また噛んでるな。この動画でも、僕、プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジっていう回あるじゃないですか。あれ、我ながら神回だなって思ってるんですけど、まあね、動画がやっぱりね、どんどんこう、毎日配信してると、中に埋もれてっちゃうんで、やっぱり統合ワークっていうキーワードに絞るんだったら、毎回統合ワークってつけなくちゃダメだなと思いました。最近登録者数が減ってるのも、僕のちょっとね、目線がやっぱり、ね、目覚めっていうものはもうすでに起きてるってことに気づいてもらうことをセッションでね、二人三脚で、僕が知識で教えるんじゃなくて、ご自身のお前ごとイコール命の力、愛の力に聞いてくれっていうのをね、やってるわけですよ。で、お前ごとに命の力に聞くには、ハート、パートを開けば、ね、今まで詰まってた感情のエネルギーが解放して、この頭と体が一つにドッキングね、これを結んでくれるのが感情、ハートなわけなんですよ。うん、だからそれも動画でシェアしてる通りなんですけど、まあそれのお手伝いをね、高次元調律も交えながら、最近はハグもして、うん。ご本人の中に詰まってる感情っていうものを一緒に探し出すお手伝いをサポートさせてもらってるっていう感じなんですけどもね。まあこんなに滑稽なことはないんですよね。まあジョークですよね。たちの悪い、オチというか、だからね、前も言ったけど、過去の人たちは悟りを開く、悟るっていうかね、気づいた時には大笑いをしたりとかするわけですよ。だって自我は絶対に悟れない、自我は引き寄せられない、自我はアセンションできない、自我はトゥーグーできないわけなんですね。僕は今年のテーマは目覚めの先のその人のね、才能の覚醒、たった一つのね、オンリーワンのその人らしさを輝かせる、それを現実に表していくっていうね、ことをシェアしていきたいんで、そこに役立つツールとかをね、どんどん皆さんにお知らせしていきたいなと思ってるわけです。だからもう統合とか目覚めとかアセンションとかっていうのは当たり前だって、それそのものなんですものね。
それそのものなんですものってね、可愛い言い方しちゃったけど、だからやってるうちは統合できないですよ。うん、だからいろんな定義をつけて、これが統合だ、あれだ、あれが統合だ、こうしたら統合できる、ああしたら統合できるって言ってるのは誰って話で、それ自我なんですよ。自我がこうしたらああしたら幸せになれるっていう、また自我の策略にはめ込んで統合した気持ちになってる、気分になってるだけなんです。もうお前ボットの視点から見たら誰もが目覚めてるわけなんですよ。ただそれに気づくだけで、ハートを開く、パートを開いて、ハートフルオープン、フルディン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 って生きればいいだけだから、まあ、知識がね、思考がこう掴み取って喜べるような知識ではないんですよね。真理っていうのは本当にシンプルすぎて、でハートを開いた先に命の力が引き出される、溢れ出すね、人類が誰も解明できてない命ね、うん、それですよ。スピリチュアルっていうのは命の話なんですよ。だからね、あのスピリチュアルが好きとか嫌いとか、宇宙仲間とかね、スターシード仲間だけいればいいって言ってる人たちはやっぱり、バランスを崩してる、うん、だって命の話だから、うん、興味ない人いない、興味がない人はいないでしょ、うん、命だって全員命じゃん、全部万物ね、しかも一なる命だからワンネスじゃん、だからそこなんだよっていうのをちょっともう、当たり前すぎてね、僕言わなくなってたけど、もう一回初心に帰って、3月ぐらいまではやっぱりちゃんとシェアしていこうかなと思った次第でございます。これはもう本当に僕に答えを聞いても意味がないことで、ご自身の命の力、お前ごとに聞いてくことなんで、もう当たり前すぎて本当に近すぎて、あのね、チャゲアスナの太陽と埃の中で追いかけて追いかけてもつかめないものばかりさ、これこれね、愛して愛しても近づくほど見えないっすね。こういうのをやってるとうぜえって言われちゃうけど、心理バズってるから許してちょってな感じで、追いかけてるうちは見失ってるよっていうことで、だってそれそのものがもうそれなんだからってな感じで、チャンネル登録よろしくお願いします。わからない人はセッションにもしかもてな感じで、皆さん一緒にご唱和を。オーマイゴッドね、オーマイゴッドじゃないよ、オーマイゴッド、これ僕ダジャレで言ってるよ、伝わってない人が何人かいるみたいだから、オーマイゴッド。 OK everybody、 じゃあね、バイバイ、今日はやらない、バイバイ